グッドモーニング、ありがとうございます。グッドモーニングありがとう。グッドモーニング、同じ空見上げてこう、ありがとうございます。おでこって書いてある。おでこだし、よしグッドモーニング。なぜおでこが出ているかと言いますと、今日も、レッスンを頑張ってきました。パチ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 。よし、じゃあちょっとライトオンするね。刺さらない。 OK、 ありがとう。よし、せーの、ライトオン。最近ライトオン忘れない。わかる。なんか、ちょっと待って、1、2、3、4、5。 OK、 さ、ライトオンを、なんかライトの色と明るさを決めてから、なんか忘れなくなっちゃった天才じゃないか。グッドモーニー、レッスンお疲れ様、ありがとう。そうだね、ライトオンやった後にゴカチカチルーティーンになった。グッドモーニー。お、土曜夜公演は無事当選者できます。あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、明日公演だよ、楽しみだね。なんか何気に久しぶり、前回から約1週間かな、空いたよね。お、ごきげんよう昨日のだ。そう、昨日の春祭りもありがとうございました。めっちゃ楽しかった。初めてああいうメイクをした。おでこ赤くなってる。え、わかる、ここね、こいつでしょ、なんか赤くなっちゃったなんでみたいな。そうそう、昨日のね、春祭り、本当にびっくり、今まで生きてきた中でしたことのないようなメイクをして、めっちゃ地雷系のメイク、こうまぶたに真ピンクをクワって塗って、ここも真っピンクにして、めっちゃ垂れさせ、アイラインをめっちゃ垂れさせて、ここをギラギラにするっていう。びっくりしたけどめっちゃ楽しかった何が楽しかったって、準備期間が、準備してる時間が楽しかった。だから昨日本当に入り時間がありえないくらい早かった何時だっけ、7時から配信なのに、3時何分集合だったからそう、配信、1時間の配信のための準備時間じゃないよねっていうくらいの。そう、自分ではしないタイプのメイクをね、しました。でもすごい楽しかったね。巻き髪も良かった。あ、良かった。よしよしよし、もうこれで巻き髪これからしていきたいと思います嬉しい。そう、なんだ、あれだよね、今なんて言おうとしたっけあれ、なんて言おうとしたっけな。そう、何が大変だったって、でも私たちはそのメイクしてお借りできる、相撲からお借りできる、このなんていうの、お洋服を着るだけだったけど、相撲はなんかね、すごかったの。画像に一人一人誰はこういう髪型してっていうのを画像でまとめてきてくれて、しかもお洋服もちゃんと名前書いたテープみたいなのをハンガーに貼って、これは誰の、これは誰のってラックにかけてくれて、すぐ着替えられるようにとかしてくれたの。感動だよね、本当にありがとうって感じだったの。もうね、本当にスモちゃん最高すぎる、本当プロのメイクさんだった。
もう本当にねありがたいよね。おかげで新しい自分に出会えた気がして、すごく楽しい時間になりました。すごい楽しかった。そう、お嬢様でもカスタネットしちゃったし。すごいよね、まさかあそこでカスタネットを披露するとは。おほほほほほ。こんばんは、ありがとう。完全にマダムだった。え、わかる。なんか私初めの一言、初めて発した一言、初めてではないね、最初の一人一人アップにした時に言った言葉が、今日は娘のピアノの発表会ですのみたいなこと言ったもんね。ね、なんかでもみんなに言われたんだよね、マダムだマダムだ、お母様だって言われたから、そっち系で行きました。今後のジメイクにもなんかちょっとね別のメイクをするときに取り入れたいと思います。また巻き髪待ってるね、嬉しい。巻き髪できるようにねなったらね、今はまだ研究生だから髪の毛はストレート、軽く内巻きっていうのが鉄則ってほどでもないけど、なんて言うんだろう、もうこういう感じがこうデフォルトっていうの。だからちょっとまだそれはね崩しにくいかもしれないから、それの規定が外れたらやりたいなと思います。めっちゃでも嬉しかった。私本当に巻き髪したいんだよね。でも髪の毛は染めなさそうだな。それこそさ、縮毛矯正かけてるから、これ以上ダメージを与えると髪の毛が髪の毛じゃなくなりそうで怖いんだよね。なんかね、バッサバサになったら嫌じゃん、さすがに。でもさ、聞いて。あのね、昨日、おととい？いつだっけ？いつかさ、その縮毛矯正かけたじゃん。でね、痛まなかったの。全然。ちょっと見てほしい。本当に痛まなくって。全然傷んでないのにすごい綺麗にかかってんの。なんかいつもだいたい縮毛矯正かかりづらい髪の毛でもあって、すごい癖が強いからね。だから根元とかかけた直後でも結構戻っちゃったりしてたんだけど、全然戻ってないのに傷んでなくって、なんか感動と思って、もうずっと通いますってみたいな。本当に最高でした。本当にめちゃくちゃ嬉しくって、もう絶対通いますと思って、その方の名刺でももらってこないでよかった。言い過ぎかな。そう、そんな感じでした。めちゃトゥルトゥル。あれかも、ちょっとトリートメントもしていただいたから余計かもしれない。すごい嬉しかった、ありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しかった。トゥルトゥル系です。髪も強くなったから、お髪も強くなり、もうも強くなるぞ。いいタイミングで片切れたね、本当に。そう、縮毛矯正って痛むからね、本当に。初めてかけた時は全然痛まなかったとか、それはもちろんね、1回目だからそこまで痛まないんだけど、2回目3回目かけた時に毛先がもうこんなへっみたいな、松ぼっくりの逆向けバージョン。伝わるのかなっていう感じになっちゃって、なんかそれからもう縮毛矯正恐怖症みたいな、違う、縮毛矯正の痛み恐怖症みたいな感じだったんだよね。でもでそれからもう縮毛矯正も最低ライン、必要超最低限でかけるようにしてたんだけど、そうっていうのも、私さ、そんなになるのもなんか個人差はもちろんあるんだけど、特に私色素が薄いのと髪の毛一本一本がめっちゃ細いの。だから美容師さんに、どの美容師さんにやっていただく時も触って、あー痛みやすい髪の毛ですねって言われるの。弱っちい髪の毛なんですよ、細いし色素薄いから。だから本当にすぐ痛んじゃうんだよね。何してもすぐ痛んじゃう。そうなの。だから、
でも今回ね痛まなくて嬉しかった。めっちゃ繊細、私のハートも超繊細意外とこう見えて、こう見えてどう見えてるか分かんないけど、めっちゃあれだよね私、すごいメンタル、ガラス以下、豆腐もうほぼ砕けてる豆腐みたいな、ちょっと触ったら崩れるみたいな豆腐なんですよね。豆腐のメンタルだよねえ、あれ本当に私メンタル豆腐なんだけどね、ガラス、それあんまり表に出せないのがすごい、お、よかった、あんまり表に出てない、よかったよかった。ワインのメンタルはプレパラート、え、プレパラートって久しぶりに聞いた、プレパラートってこの口の動き久しぶりに聞いたいいね、プレパラートあったよね、あの顕微鏡でさ物を観察するときのだよ。ドライヤーとかも注意しないとダメな感じ、うん、ブワーン早く乾かしゃいいって思ってる人ですねでも中身はすごく繊細なんだろうなと思ってます。やだ泣いちゃう、そんなこと言われたら嬉しい、嬉しい、なんかね、なんかあれだよわかる、なんかさ、なんか追い詰められてる、追い詰められてる時に大丈夫って一言で泣けるや人泣いちゃう人大丈夫ですってなっちゃうそれ大丈夫じゃない人の特徴ねみんなも大丈夫じゃない時は大丈夫って言わないようにしてね、強がっちゃいけないよそういう時はね。お、生写真届いてた、お、よかった、お、生写真見て豆腐メンタルが回復してるいやそう、生写真今届いてる、生写真は何月のだろう、猫さん届いた、あ、その猫さんね、猫さんね、よしよしよし、斜め上とか入ってるのも、あ、2月の自己プロデュース、1月の自己プロデュースから何月だっけ、なんか提出しすぎてな、 いつのが何か分かんなくなっちゃうなんかあのさ、私自分の何がいつどういう風に取り行われてるかってさ、把握してないあたり大変危険ですよね、ちゃんと把握しなさいみたいな。1月、オッケーオッケー、1月の自己プロデュース生写真も感じだよね、出てるってことだね、ありがとうございます猫の生写真は今日かと思ったら明日かも、お、本当に黒猫を飼い忘れてたらしいなんて言えない言っちゃったいやでもありがたいですよ本当に、見てくださってるのだけでもすごく嬉しい。もえー、グッドモーニング、ありがとうございます。あとバレンタイングッズが明日らしいんだけど、それも忘れてたらしいお忙しかったですもんね、お申し込み期間お忙しかったですよね。鏡餅の足がしっかり届いてる、お、よかったよかった。いつどこで誰がどうしてみたいな、ここいつどこで誰がいつどこで誰が何をどうしてどうだったかだ、え、あるある、なんかね、私ね小学校2年生の時に担任の先生が、あの1日1枚なんだっけ、あの先生の日記を書くっていう課題を出してくれてた先生で、もうその時にあの今の語彙力がついたの。その時それやってなかったら私今話せてないあの紙にね、あのでも本当に小学校2年生で A4 の紙に1日1枚日記って本当に無理で私にとって、で家にあの書くことみたいな感じで、あの母親にいつどこで誰が何をどうしてどうだったかって言って、そういうのを張り紙を作ってもらって、私はそれに当てはめて今日
どこどこで誰々が何々をしてこう感じましたとかって言って日記を書いてたからこそ今の語彙力がついたなと思って、えでも泣きながら書いてたもん。え泣きながら書いてた？あれどうだったっけ。なんかすごいね、苦痛だった記憶がある最初。でもそれ以降っていうの慣れてきたら楽しんで書いてた。本当にね、いや本当にいいことをさせていただきましたなんていうの分かんない、言葉分かんなくなっちゃった。すごく嬉しかったね。そう 5W1H みたいな感じ。あれだよね、 5W1H とか新聞書きとかにも使ったよね。苦痛のままだったらどうしたの確かに。でも私あの文章書くのも好きなんだよね。だからあのメールとか本当に好き。でも好きって言ってもなんかしょうもないことしか送ってなくてごめんねなんかえこれ送る必要あったみたいなメール毎回送っちゃっててごめんね。でもなんか些細なことも言葉にするのが好きなんだよね。めちゃ喉鳴ったえキアのもちゃ姫カット、え分かる、なんか姫カットみたいに見えるよね。全然姫カットでもなんでもないんだよね実は。これねあのなんか今日ずっと耳にかけてたからあのこう耳の形になっちゃったこれはね明日の公演では帰って巻くから外にこう砕けてメールの文章好き、え嬉しい、ありがとう。全然メール来るだけで嬉しい、ね、嬉しいな、ありがとうね。メールはね私にとってもねすごいね生活の一部。なんか朝おはようって本当にリアルに私の一日メールで始まるからさ、この前も言った気がする、あの こんな状態だからあやば起きた、あメール寝起きって本当に目見えないよね。わかる、なんかさ自然とまぶたも閉じてくるし眠くってもうなんかわかんないありえないこのスマホとの至近距離でこのままこのいつの間にかねあの消すボタンをずっと押しててせっかく書いたのにっていう文章消えてたりするからねみたいなそんな感じだったむっちゃんこんばんは。お保健屋のお姉さんとおしゃべり会してオタクと夕食済ませて今帰宅しました。すごい頑張る超初期にあった小説的なメールも良かった。えまた小説書きたいな。小説っていうわけではないんだけどそうあの小説チックなねメールも書こうかしら。なんか大きな出来事みたいなのがあったらね。そういえばあったね、お披露目の時でね、あの舞台裏みたいな書いたね。そういえばえ嬉しい、それ覚えててくれてるのめちゃくちゃ嬉しい。本当に初期だよね。今が初期だから超初期めっちゃ初期みたいな、その時代に書いてたわ。グッドモーニング、ありがとう。ちょいちょい333で忘れる、あ確かに先週忘れましたね。お、そうだ、明日はもっちゃんのサラサラ部屋にも、え、嬉しい、ありがとうございます。8月24だって、あ、ちょうどあれじゃない、お披露目から1ヶ月とかかな、そんな感じかな、確か7月それくらいだったよね確か最初のお試し期間からずっと撮ってる、え嬉しい、ありがとう。そうなんかお試し期間の時の一番最初の1通目からなんかもしかして私なんかインパクト強かったのかなって今思い出したなんだっけ、なんかあなたとの新しい物語が始まりますみたいな壮大な景色を描いてた気がする確か
ね、きっと。あ、同じ空見上げてこう。ありがとうございます。あ、あった。さあ、今日からあなたの物語の幕が開ける。いや、どの物語なんだろうか。それ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 だそれだ。え、めっちゃ懐かしいね。ちょっと掘り起こさないで恥ずかしい。え、でもね、でもそれは本当の気持ちだったから全然いいんですけどね。インパクト強すぎもと丸々すぎもといいね。毎日返信頑張ってるよ。ありがとう。もうね、みんなあの返信もしてくださってる方も本当にありがとう。あの元気もらってます本当に。あ、51分だ。さあ、今日9時、じゃあ10時までだから今日切れるまでできるねでも返信は全然そんなあの絶対してとかじゃなくって、もしできたらとか、全然あの手持ち無沙汰にでもなった時になんて言うんだろう、本当にね、全然あの全然大丈夫です。本当にありがとうね、嬉しい。明日楽しみだな、席いいといいなね。本当に前来てね、毎回悪い映像。なんか九十分って難しいよね本当に。だから、あ、そうだ、明日あれだ、明日のメールで変身ポーズと集合写真の取って出しの写真のポーズを言えたらいいんでね今ちょっとめっちゃ思い出してて、なんか謎の空間ができた。そうだねそうだね明日誕生日なのね。あ、そうだ、おめでとう。明日配信できるかよ。あ、なんか髪の毛が、あ、髪の毛か、パワーしとく。え、そうだね。あ、ちょっと待って。明日パワー。明日じゃあ来てくださる方。はーい。テンコ取ります。明日会える人。はーい。ということで、パワーするね。せーの。パワー。いい席に座っていただきますように。わーい。そうだね、明日平日だからね、お仕事の方多いよね。じゃあ次は、今のパワーは明日公園でお会いできる方々へのいい席を当てるパワーね。そして、今から送るパワーは、明日お仕事の方が頑張れるパワーを送るね。せーの。明日もお仕事とかたくさん、もしかしたら学生の方いる？わからない。あのお仕事とかお勉強とか頑張ろう、一緒に。わー、 OK。 これ出してもみんな一緒に頑張ろう。パワーね。だからぜひ、よし、明日いつもの 1.1 倍0.1 倍でも頑張ったら、それはもうすごい名誉ですよそうだよ。だから明日ね、お仕事の方はあのぜひ DMM とかでもね見ていったけど、よし、いつもより適当に頑張る。なんか私違うパワー入れちゃったかもあ、でも適当ってあれだ、適度に、適度にってことだもんね。いけるいける、正しい正しいね、本当にありがとうね。平日の公演って本当になんか私たちからしたら、なんだろう、別にさ2公演の日じゃないっていうか、1公演の日っていうだけの括りなんだけど、皆さんからしたらお仕事終わりのお疲れの中も来てくださるっていう、なんか本当にありがたいよね。
明日初めて3期生見に行く友達連れていくから緊張する。本当に変化するな。あ、逆にね、あ、緊張してくださってるってことね。ありがとう。じゃあその緊張も私たちが受け取っときます。面白い。逆にねっていうね。あ、56分ありがとうございます。うん、息抜き頑張ってお仕事しよう、一緒にね。息抜きもお仕事の一つだよ。ということで壇上読み、あ、ね、スクショできるほど今日なんか何もしてない。どうしよう、みんなの記念写真みたいな。もうおでこだしみたいな、そんな感じするか。はい、チーズ。あ、明日公演よろしくお願いします。昨日なんかね、こうだっけ、違う、何したっけ、こんな感じだった。これってさ、このポーズってさ、いいよね。こうさ、輪郭を隠せるっていうね。そう、最近ね、このね、エラーのね、これ大丈夫か、あの、時間入るかって話なんだけど、ちょっとこれだけ話させて。なんかね、この辺のね、筋肉、表情筋鍛えられすぎてて、私なんか。この辺の表情筋が凝り固まってる気がするなと思って、某動画サイトで、この辺の筋肉をほぐす、あの、マッサージを、見つけて最近毎晩やってるのよ。なんかやっぱりこれ固まってたんかな。そのマッサージをするとめっちゃこの辺で気持ちいいの。やっぱ、え、なに、表情筋鍛えられすぎて、もしかして顎発達してたみたいな。そう、エラーが張らないようにね、気をつけたいと思います。何の話って感じだったんですけど、じゃあちょっと壇上読みをねしていこうと思います。いきます。13位、白鷹さん、ありがとうございます。12位、明宏さん、ありがとうございます。11位、龍さん、ありがとうございます。10位、キットさんさんさん、ありがとうございます。9位、ディーヤマさん、ありがとうございます。8位、ハイスノーさんさんさんでさん、ありがとうございます。7位、ピーさん、ありがとうございます。6位、ローさんさん、ありがとうございます。5位、スーパラの赤ティーさんさんさん、ありがとうございます。4位、かんさんさん、ありがとうございます。3位、まーさんさん、ありがとうございます。2位、せってんがーさんさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。はい、ということで、そして今日もね、たくさんのギフトとかコメントとか、お星さん本当にありがとうございます。応援ありがとうございます。ありがとうね。そしてね、明日の公演もよろしくお願いします。何気に1週間ぶりくらいの公演、楽しみましょう、一緒に。イエーイ。明日またね、会える方々またね。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうね、見てくれて。おやすみ。切れるまで待ってます。ありがとね、おやすみなさい。あ、おしゃべり会の受付始まってます。遅い、絶対遅い、これ始まってます。あ、おしゃべり会ぜひ来てくださる方いらっしゃったら、ぜひチェックお願いします。これ絶対遅い。おやすみなさい。まだいける、まだいける、まだいける、あとちょっと。今おしゃべり会受付中ですので、ぜひ待ってます。またねー。おやすみなさい。